コンテナリナックスは Linux カーネルをベースにしたオープンソースの軽量なオペレーティングシステムである。クラスター向けのデプロイにインフラストラクチャを提供するために開発されており、自動化、アプリケーションのデプロイの容易さ、セキュリティ、信頼性、スケーラビリティに重点を置いて設計されている。オペレーティングシステムとしてはコンテナリナックスは ソフトウェアコンテナ内のアプリケーションのデプロイに必要な最小限の機能のみを提供するが同時にサービスディスカバリーや設定を共有するためのビルトインのメカニズムも備えている。現地時間2018年1月30日、レッドハットがカレオズ・インクを買収する最終合意を締結したと発表。それに伴いコンテナリナックスはフェドラートミックホストに統合され、 フェドラカレオズとなった。コンテナリナックスについては、現地時間2020年5月26日に EOL を迎えた旨のアナウンスがされており、同2020年9月1日以降関連リソースは削除、または読み取り専用となっている。記事中でフェドラカレオズが公式の後継であるとされている。コンテナリナックスは、現当リナックス、クローム OS、 クロミウム OS と共通の SDK を利用しており、これらのオペレーティングシステムとソフトウェアの基盤を共有している。さらに、この共通基盤に新しい機能とカスタマイズを加えることで、サーバー向けのハードウェアやユースケースをサポートしている。2015年1月現在、カレオズは主にアレックス・パルビ、ブランドン・フィリップス、マイケル・マリネアウによって、 積極的に開発されており、主要機能は安定版リリースとして利用できる。コンテナリナックスは、ペイロードとなるアプリケーションを配布する方法として、パッケージマネージャーを提供せず、その代わりに、すべてのアプリケーションを、コンテナー内で実行する必要がある。一つの制御ホストとして機能する、コンテナリナックスインスタンスは、そのベースとして、リナックスカーネルの OS レベル仮想化の機能を、 使用することで、隔離された Linux システムとして動作する複数のコンテナを作成、設定する。このようにして、コンテナ Linux では、ハイパーバイザーや本格的な仮想マシンを提供するのではなく、複数の隔離されたユーザー空間のインスタンスを用いることにより、コンテナ間のリソースのパーティション分割を実現している。このアプローチは、 Linux カーネルのクグループスおよびネームスペーシズの機能に依存しており、これらの機能はユーザー空間のプロセスに対してリソース使用量を制限、集計、隔離する機能を提供している。当初、コンテナ Linux は Docker のみをコンポーネントとして使用して、抽象化とインターフェースの追加レイヤーを Linux カーネルの OS レベル仮想化機能に提供し、異なる環境上でアプリケーションを 実行可能にするコンテナ向けの標準化フォーマットを提供していた。2014年12月、カレオズは RKT を公開し、サポートを開始した。これはアプリケーションコンテナイメージの別の標準フォーマットであり、関連するコンテナのランタイム環境の定義、コンテナイメージの検索と取得のためのプロトコルとして、ドッカーの代替となるものである。カレオズは、 アプリケーションコンテナイメージに必要とされる属性を説明する、いわゆるアプリコンテナの仕様を定める実装として、RKT を提供している。2015年6月、カレオズは a p p c と a s を独立した委員会の主導で定める仕様として提供し、特定のベンダー OS に依存しないコンテナ化標準のイニシアティブのオープンコンテナイニシアティブの一部とすることを発表した。 コンテナリナックスは、現当リナックスのイビルドスクリプトを使用して、システムコンポーネントの自動コンパイルを行い、システム D をメインのイニットシステムとして使用し、システム D と隠しコンテナリナックスの内部メカニズムを密接に統合してさせている。コンテナリナックスは、ファストパッチと呼ばれる、デュアルパーティションの枠組みを活用することにより、 OS のアップデート時にも追加のセキュリティと信頼性を実現している。ファストパッチではアップデートはシステム全体に対して実行され、はじめにパッシブなセカンダリーのブートパーティションにインストールされ、再起動、またはケキサックの実行時に有効化されるようになっている。このアプローチにより OS の特定の一部分のみがアップデートされる。 ことにより起こりうる問題を回避することができ、OS の安定であることが分かっているバージョンに簡単にロールバックできることが保証され、追加のセキュリティのためにブートパーティションごとに署名を行うことができるようになる。ルートパーティションとルートファイルシステムは自動的に利用可能なディスクサイズまでサイズ変更される。ルートパーティションは読み書き可能なストレージ空間を提供するが、OS 自体は ユースル、ユースルに読み込み専用でマウントされる。アップデート適用時に一度にクラスタの一部のみが再起動することを保証し、デプロイされた実行中のアプリケーションがリソースを要求するのを防ぐために、カレオズはコンテナリナックス向けにロックスミスと呼ばれる再起動マネージャーを提供している。ロックスミスを利用すると、アップデートの最終ステップで再起動する際に、 異なるアップデート戦略の中から一つを選ぶことができる。例えば、同時に再起動できるクラスタのメンバー数を指定できる。内部では、ロックスミスは、クラスタのメンバー上で、ロックスミスドデーモンを起動しており、ロックスミスクトルコマンドラインユーティリティマネージャーで、パラメータを設定できる。ロックスミスは語言語で書かれており、アパッチライセンス2.0ライセンスで配布されている。で使用している。 ディストリビューションシステムのアップデートは Google のオープンスースオマハプロジェクトをベースとしている。オマハはローリングアップデートのメカニズムを提供しており、XML がベースのリクエストレスポンスプロトコルがベースになっている。また、カレオズはクラスタ全体のアップデートを管理するためのコールアップデートというウェブベースのダッシュボードも提供している。コールアップデートで利用可能な操作には、 カスタムのアップデートポリシーを共有することなるグループにユーザーを所属させる機能やクラスタ全体のコンテナリナックスのバージョンを確認する機能、アップデートの停止と再開、アップデートログの記録の確認機能などがある。コールアップデートは HTTP ベースの API も提供しており、サードパーティのユーティリティやデプロイシステムと統合することができる。カレオズの クラスターアーキテクチャの概要図コンテナリナックスは、クラスタ内のすべてのコンピュータ上で動作し、動的な設定レジストリとして、エタクドを提供している。これにより、様々な設定データを簡単かつ信頼性の高い方法で、クラスタメンバー間で共有できる。エタクドに保存されたキーバリューデータは、ラフトアルゴリズムを用いて、自動的なマスター選出とコンセンサスが確立され、 自動的に分散、複製が行われるため、保存されたデータのすべての変更が、クラスタ全体に反映されるとともに、一つのクラスタメンバーが障害で失われても、データの損失が生じない冗長性が実現されている。設定の管理に加えて、エタクドは自身と自身が提供するサービスを通知することにより、サービスディスカバリの機能も提供している。エタクドとの通信は、 公開されたレストベースの API により行われ、内部では HTTP プロトコル上の自 n が使用されている。API は直接使用することもできるし、カレオズが提供する専用のコマンドラインユーティリティのエタクドクトル経由で間接的に利用することもできる。エタクドは Kubernetes のソフトウェアとしても利用されている。コンテナリナックスは2017年まで。 フリートと呼ばれるクラスタマネージャーも提供しており、コンテナリナックスの別のシステムでインスタンスをクラスタレベルで管理することができた。しかし、2017年2月7日、クーベネティスがクラスタマネージャーのデファクトスタンダードとなっていることから、1年後の2018年2月1日にフリートを廃止することが発表された。フリート同使用すると、 コンテナリナックスは別々のシステム D インスタンスを結びつけて分散化されたイニットシステムを構築することができ、クラスター全体にエタクドをデプロイできる。内部ではフリーイートドデーモンがローカルのシステム D インスタンスと D バス経由で通信しており、エタクドのデプロイはシステム D の公開 API で行われる。フリーイートドにより、一つまたは複数のコンテナを クラスタ全体にデプロイすることが可能になり、さらに冗長化、フェールオーバー、特定のクラスタメンバーへのデプロイ、コンテナ間の依存関係の定義、コンテナのグループ化デプロイなどの発展的なオプションが利用できる。フリートクトルと呼ばれるコマンドラインユーティリティを用いて、この分散イニットシステムを設定、監視することができる。内部ではフリーートとデーモンとの間で、 HTTP 上の j s o n ベースの API を用いて通信を行っており、この API は直接利用することもできる。クラスタメンバーのローカルで使用した場合は、フリートクトルはローカルのフリートドインスタンスとユニックス、ドメインソケットで通信し、外部のホストからは SSH の公開鍵で認証された SSH トンネリングが使われる。 これらすべてのデーモンとコマンドラインユーティリティは語言語で書かれており、アパッチライセンス2.0ライセンスで配布されている。専用のハードウェアで実行する場合には、コンテナリナックスはハードディスクドライブやソリッドステートドライブなどのローカルディスクに永続的にインストールされる。リモートでブートする場合には、プリブートエクセキューションエンバイロメントインジェネラル 5IPX を使用して、 ネットワーク越しにブーっとされる。カレオズは様々なハードウェア仮想化プラットフォームをサポートしており、Amazon EC にデジタルオーション、Google コンピュートエンジン、Microsoft Azure、OpenStack、k v m ベ e グラント VMWare に対応している。コンテナリナックスはカレオズ向けテンプレートがあるシトリックス全サーバーにもインストールできる。コンテナリナックスは テクトニックと呼ばれる商業ディストリビューションにデプロイすることもでき、追加コンポーネントとして Google の Kubernetes をクラスタ管理ユーティリティとして統合している。2015年4月現在、テクトニックはベータ版として一部の顧客にのみ、提供される予定である。さらに、カレオズは主に Kubernetes との統合のためのオーバーレイネットワークを実装するコンポーネントとして、 フランネルを提供している。2015年2月現在、コンテナリナックスは X86 から64アーキテクチャのみをサポートしている。2018年1月、カレオズ、インクはレッドハットに買収され、その後、レッドハットはカレオズのコンテナリナックスをレッドハットのプロジェクトアトミックと統合し、新しい OS である、 レッドハットカレオズを開発することを発表した。プロジェクトアトミックには、フェドラプロジェクトのフェドラカレオズに関係するオープンソースコミュニティがあり、双方の技術を取り込んでいる。2018年3月6日、クインボーク GMBH は、カレオズコンテナリナックスの派生 OS として、フラットカールリナックスを発表した。フラットカールリナックスは、アップストリームのカレオズアルファー、ベーター、 ステーブルチャンネルのリリースを追跡しており、2019年5月には実験的なエッジ、リリースチャンネルが追加された。2014年 LWN.net はカレオズを一下のように評価している。大規模な分散システム、主な例としては Web アプリケーションを統合しようとしている人にとっては、カレオズは興味深い機能を多数備えているように見えるだろう。これらの機能により、 この種のアプリケーションで必要な需要に応じたスケールの拡大や縮小が可能になり、アップグレードが頭痛の種にならないような安定したプラットフォームを提供できるようになるはずだ。大規模なサーバーのデプロイにとって、カレオーズや同じような特徴を持つ OS は未来を先取りしているように思える。ありがとうございます。